いや、このウィンドウ、どうやって取ったらええんや。エスケープや。スキ、あ、ほんとだ。お、入れた。ハンドガン持ってる。うおいいぞ。ー。デイズだ、ほんとに。これもしかして1人しか入れないサーバーとかじゃないです。まさか。あ、ハンドガンじゃなくて、あれも持ってる。え、速攻で装備揃ってるんだ。まあ、これから生き延びるためのいろいろを集めるという感じです。生き延びるって言っても他に人いないから余裕なんですけど、一応ヒューマニティとかもあるみたいです。 YouTube にアップするあの善行が認められてるんです。モテモテさんみたいにあの幼女のパンツを細かく粉にして鼻から吸うようなことをしなきゃいけないのかなと思って、いやいや、そのれ。ジャンキーなことしなきゃ入れないのかなって思ってたんですけど。風評被害です。どこだ、ここは。海岸。ダウンロードしたファイルを解凍、まあ、解凍してアーマ3のホルダーに入れるフォルと、ダにぶあち込と、む。デイズ A3 かな、名前は。あ、やばい、これジャンプ使えないやつだ。何ボタンでまたぎだっけ？ VV。あ、V か。設定しようかな。アーマ3のフォルダでいいですよね。そうそう、普通のあの、モッド入れる、モッドというか、あの、フェーズ6で使うときの、まあ、BP とかと同じところですね。これだけです。あ、本当だ。ゾンビ出た。多分ですけど、マルチプレイヤーで、買った。フレンドの、サーバーブラウザのフレンドのところから飛べないですか？ないですね。あれ？鳥サーバーしかない。ホープしてる人たちのサーバーしか出てないな。なんて、フィルターなんてかければ出ますかね。A3 Days です。 A3 Days。 Days。 多分モスクワのサーバーとそのフライングサーカスっていうのが2つしか今出ないと思うんで。ないですね。どっちですか？フライングの方です。了解。モスクワの方はピン高すぎて入れないです。おーい。キックされる。さっきからキックされてた人は見たけど、ピンが高くてキックされる人は見てないです。うわ、ゾンビを軍事施設。なんでや。なんでやろうな。軍人ゾンビがいる。ベスト着てる。お、こいつは。回線がなんかやっぱり相性ですかね。わかんないな。その入る前からピンが高いっていうのが聞いたの。再起動してくるか。アーマーだけ。まあ、あれだってルーターごと再ル起動ーターしたり。は多分無駄だと思うから。 IP を再生できます。あれだったら Windows 再起動はしたくないな、めんどくさいから。やべ、弾なくなった。あ、もう死ぬしかないな。軍人ゾンビ漁ってみたい。あれ、ゾンビ漁れない？インベントリとかどうだったかな？あ、なんか、インベントリが出る箇所がすごいシビアで、追いかけられてる時には漁れない。ダメだ。すげえいいベストとか着てるんだけどな。すごい数来るな、これ、ほんとに。逃げる方法ないのかな？ 370 になったぞ。増えた。どういうこっちゃ。350、380。室内は遅くなるんだ。340。もうほんと見たことない銃がいっぱいあるな、これ。なんでこんなピンポンポン上がってくるんだろう。
なんか、他のサーバーはどうですかね、アルマの全然関係ないサーバー。うん。全部そのピンが高ければ、回線不要。そこだけなら、まあ、うん。まあ、諦めて、今日は寝るしかない。枕を涙で濡らして。いや、他のは普通ですね。あ、やっぱりこれ、ベスト。キングオブザヒルとかいたって普通のピンですから。モスクワサーバーの無駄にピンが高い感じ、うん、俺の方だと。軍人ゾンビから物励ますね、これ。いいベストが。ほう。鎧みたいなベスト手に入れた。なんでだろうなぁ。なんで300なんだろう。やっぱ日頃の善行ですかね。俺別に悪いことしてないよ。あの、幼女の下着を粉状にして穴から吸うとかいう、やらないといけない。そもそも幼女の下着を持っていない私。ATM みたいな。その中です。あ、ゾンビがいっぱい死んでる。危なく死ぬところです。弾なくて。まあ、今入ってきた。間違って、ゾンビと間違える。あ、2階にいるんですか？もう大丈夫かな？降ります。あ、はい。あ、2階にそのテントがあります。あります。これね、この死体の数。あ、ほんとだ。なんかいっぱい捨てないとな。テント開いてみていいですか？はい。存処理してやばいか。寄ってくるか。でもしないとダメか。お、開いた。おう、置ける置ける。点滅してる、飲み物が。ああ、この中入れますよ、そしたら。はい。いただきます。はい。どうもです。水はどこで汲んだらいいんだろう。水、井戸か、なんとかって書いてあったんです。さっき、汲もうとしたら。てか、エアガン調べてるんですけど、やっぱあれですね、18歳以上の電動ハンドガンだったら、ブローバックないんですね。あるでしょ。あ、10歳以上ならあるんですよ。電動ブローバック。ガス風呂はあるんですけど、その、電動だと基本的にスライド固定になっちゃうんですね。丸いとかそういうのとこ見てると。あ、モテモテさん、コンパス持ってます？はい、コンパス。ないです。ないか。こっから真南ぐらいに行けばあるんだけどな。